割と一昨日でしたっけ、出した中で、えー、動画の中で、えー、学外研修を自ら取り下げたという話をしましたよね。学外研修を自ら取り下げることによって、2023年度の授業をまあやることになったと、でその結果、結果何が起こるかっていうと、2023年度のゼミを開講するかどうかっていう問題があったんですけども、これが開講されることになったんですよ。 っていうのは、まあ、その、ゼミの募集をするかしないかっていうのがあって、 本来的にはっていう言い方をするべきかもしれないけれど、学外研修に行けるかどうかは、12月14日の全学教授会で決まるんですよ。で、学外研修を申請して、それが却下されるっていう可能性っていうのは、基本的にはないんですよ。唯一あるとすれば、学外研修に申請していた人が、同じ日に行われる選挙で何らかの役職者に選ばれてしまうと、選挙結果が勝つので、まあ、学外研修、 がまあ、取り下げといいうか自動的ににみたなな感じになるんですよねで過去にその例が僕が知る限り1件だけあってそれが2000年7年ぐらいじゃないかなと思いますねの1回僕はその場にいましたのでその,その時にそこで選ばれてしまった人の顔がふってこう暗くなったのを覚えてます本当にこ,のこういう位置にその方座ってはったんで座ってらっしゃったんでこう えーみたいな顔したんでね結構印象残っているんですけどまあこの方今とも今でも僕はあのいろんなところでお世話になっている方なんですけどもでまあとにかく学外研修とは別なもん、まあ、まあ学外研修とまあ選挙ですよねまあがどうなるかっていうこともあって基本的にまあその12月14日をもって学外研修に晴れていけることになれば自由は外交されないということでその段階でまあ あの授業をやらないっていうことが確定するっていうことで、まあ基本的には、まだ学外研修は正式決定ではないから、ゼミの募集をするってことになったんですよ、今回。僕の場合ね。で、まあゼミの募集をしたんですよ。で、ゼミの募集するときには、そのいけるか、あのゼミが開講されるかどうかは保証しませんよ、みたいなことを言った上で、まあその募集というか応募があったんですよ。 で、だからその、まあ、具体的にすぐ言うと9人の学生を受け入れたんですよ。だから、その、学外研修を、なんていうの、あの、学外研修が認められていた場合には、まあ、その9人の方はさらに誰か別な人のゼミに移らないといけなかったわけでね。それはそれで大変なことだったと思いますけれども、まあ、とにかくその、ゼミが開講されることになりましたと。ほんで、そのゼミが開講されることになりましたってことを、その、ゼミに応募してくれた人と、今の3年 つまり来年もう一年僕のとこにいるえ人に対してメール送って連絡したんですよね。来年やりますよっていう。そしたらその次の日かなその次かその次の日ぐらいにあの人来たんですよ。あのー、10月10何日の動画で正体判明って言った学生がやってきてほんでそのい,いつやったか昨日かだから。 この所長席かガー仕事してたらその真正面のそのカウンターのこのガラスがこのぐらい降りてこのぐらい下に隙間がないで下からこんなこんなで覗き込んでいるやつがいて <laughs> ほんで明らかにおかしな動きしてるやつがいてほじゃちょっとこっちこっちこっちとか言ってその廊下の方に僕も出て行って 出て行ったらなんか先生本当にありがとうございますかなんか言われていやありがとうございますっていうのはちょっと違うんだけどなっていうふうに言ったんだけどまあそれでも私からしたらありがとうございますなんですありがとうございますなんです来年楽しみなんですかなんか言われちゃっていやまあねだからこちらとしてもそういうふうにこう応募してくれた学生がいるのにそれをこうね断るっていうのが本当に心が痛むので まかといってその学外研修に出るってことはそういうことが必ず起こるんでね、あのー、難しいとこなんだけれども、まあ、とにかくそうやってこう何て言うのかな、あのー、開校になって喜んでくれる人がいたんで、まあ、ちょっとほ,ほっとしたというかいうところは正直ありますね。 ほんで、このね、隙間から覗いていた人がいるっていう点でもう一つこれに繋がる話をすると、まあ、それよりも前ですね、前学教授がよりも前の日だな、多分火曜日だと思うけども、まあ、これでガー仕事してたんですよ。ガー仕事してたら、で、結構なんかね、急いで作んないといけない、集中して作んないといけない文章があったんで、結構その前を誰かが通っていてもあんまり気にしないっていうか、普段あんま気にしないんだけど、こうやってしてたんですよ。そしたら、なんかね、気配を感じたのよ。 なんか気合感じて、降ってみたら、僕がずっとこう目線を下目にしているので、向こうも、こう、だん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 その目のこうやって通り過ぎるときに、こっち見ないかな、こっち見ないかなって感じで、多分ずっとこっちを見てて、見てたよ。で、ずーっと見てて、で、だん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 ,だんこうなっていったときに、僕がたまたま降ってみたのよ。僕が降って顔上げたときには、この辺の角度で、この辺のか、この辺で、で、向こうはこのぐらいのつやつ でこのぐらいになって、で手を振ってくれたのよ。これがね、学長なんですよ。<laughs> 何しとんねんっていう <laughs>。いやいや、なんかね、いや、恐れ入りますみたいな。手振り恐れ入りますみたいな感じでね。ちょ,ちょっとね、その時はね、結構、あの、あれだったんですよ。ちょっと大変なことがあって、結構、こちらとしては、こう、なんていうのかな、バタバタしてたところがあるんで、そこでね、この、 これぐらいできたからね。かなりね、癒されましたねん。手振り効果ですよ。これまた手振り効果ですよ。なんかね、この隙間があるってのもちょっといいのかもしれんな。この、こっからここまでもガラスだから見えてはいるのよ。ガ,、ま、ガラスだったり、そのビニールシート的なもんなんだけど。で、ここはもう完全に何もないよね。その書類の受け渡しとかあるから。なんだけども、これなんかいいのかもしれないな。っていうふうに思いましたね。<laughs> いやは。いや、学長のその、 何 <laughs> て言うんだろうなお心遣いというのかなありがたい話ですよ。ほんじゃまた。